3-14。女はやがて元の通りに向き直った。目を伏せて二足ばかり三四郎に近づいたとき、突然首を少し後ろに引いてまともに男を見た。二重まぶちの切れ長の落ち着いた格好である。目立って黒い眉毛の下に生きている。同時に綺麗な歯が現れた。この歯とこの顔色とは三四郎にとって忘るべからざる対象であった。今日は白いものを薄く塗っている。けれども本来の字を隠すほどに無趣味ではなかった。細やかな肉が程よく色づいて強い火にめげないように見える上を極めて薄く粉が吹いている。テラテラ光る顔ではない。肉は頬と言わず顎と言わずきちりと締まっている。骨の上に余ったものはたんとないくらいである。それでいて顔全体が柔らかい。肉が柔らかいのではない、骨そのものが柔らかいように思われる。奥行きの長い感じを起こさせる顔である。女は腰をかがめた。三四郎は知らぬ人に礼をされて驚いたというよりも、むしろ礼の仕方の巧みなのに驚いた。腰から上が風に乗る髪のようにふわりと前に落ちた。しかも早い。それである角度まで来て苦もなくはっきりと止まった。無論習って覚えたものではない。ちょっと伺いますが、という声が白い歯の間から出た。キリリとしている。しかし応用である。ただ夏の盛りにシイの実がなっているかと人に聞きそうには思われなかった。三四郎はそんなことに気のつく余裕はない。はあと言って立ち止まった。15号室はどの辺になりましょう。15号は三四郎が今出てきた部屋である。野々宮さんの部屋ですか。今度は女の方がはあと言う。野々宮さんの部屋はね、その角を曲がって突き当たってまた左へ曲がって2番目の右側です。その角をと言いながら女は細い指を前へ出した。ええ、ついその先の角です。どうもありがとう。女は行き過ぎた。三四郎は立ったまま女の後ろ姿を見守っている。女は角へ来た。曲がろうとする途端に振り返った。三四郎は赤面するばかりに狼狽した。女はにこりと笑って、この角ですかというような合図を顔でした。三四郎は思わずうなずいた。女の影は右へ切れて白い壁の中へ隠れた。三四郎はぶらりと玄関を出た。医科大学生と間違えて部屋の番号を聞いたのかしらんと思って5、6歩歩いたが、急に気がついた。女に15号を聞かれた時、もういっぺんよしこの部屋へ後戻りをして案内すればよかった。残念なことをした。三四郎は今さら取って返す勇気は出なかった。やむを得ずまた5、6歩歩いたが、今度はピタリと止まった。三四郎の頭の中に女の結んでいたリボンの色が映った。そのリボンの色も質も確かに野々宮君が金安で買ったものと同じであると考え出した時、三四郎は急に足が重くなった。図書館の横をのたくるように正門の方へ出ると、
どこから来たか与次郎が突然声をかけた。おい、なぜ休んだ。今日はイタリー人がマカロニをいかにして食うかという講義を聞いた。と言いながらそばへ寄ってきて三四郎の肩をたたいた。二人は少し一緒に歩いた。正門のそばへ来た時、三四郎は、君、今頃でも薄いリボンをかけるものかな。あれは極所に限るんじゃないか。と聞いた。与次郎はあはははと笑って、まるまる教授に聞くがいい。何でも知ってる男だから。と言って取り合わなかった。正門のところで三四郎は具合が悪いから今日は学校を休むと言い出した。与次郎は一緒についてきて損をしたと言わぬばかりに教室の方へ帰っていった。